皆さんおはようございます。夢の国の住人です。6時53分、舞浜駅です。今日はディズニーランドの入園待ちの様子をお届けしたいと思います。6月22日土曜日ですね。それではですね、これから見ていくんですが、今日ですね、最後に、ディズニーシーも今ちょっと撮影してきましたので、最後におまけ映像としてディズニーシーの朝6時過ぎぐらいの様子ですね、お届けしますので、もしよかったら最後まで見ていていただけると嬉しく思います。それではディズニーランドですね、駅側、ハッピーエントリー駐車場側と見ていきたいと思います。で、位置関係わからない方はいつものようにこちらマップ載せておきますので、こちらで確認してみてください。6時56分駅側です。駅側は、橋の上に列ができ始めましたね。ちょうど今できたぐらいですね。で、こちらがピクニックエリアの様子です。ピクニックエリアは、まだ座ってる方がほとんどですが、こちら20分待ちぐらいの列にはなってますね。20分待ちの列プラスこちらに今少し並んでいるという感じですね。6時58分ハッピーエントリーです。今最後尾ここですね。ハッピーエントリー少ないですね。100人から150人の間ぐらいだと思います。まだ座ってる方ほとんどなんでね、150人ぐらいかな今待ってる感じですね。7時駐車場側です。なんかざわざわ感がすごいな。なんかやばそうな感じしますね。今最後尾ちょっと見てみます。あー結構いるな。ちょっと暗くて分かりづらいかな。ちょっと一番後ろまで行ってみます。最後尾はですね、1時間待ちの角は越えてますね。ただ、今はまだですね、隙間がちょっと空いている感じですね。立ってはいますが隙間は空いてますので、1時間はかからないと思います。ここ最後尾ですね。で、ここが駐車場稼働。多分今40分じゃあちょっと厳しいかな。 4,50 分ぐらいの待ち時間になっていると思います。今日ですね、ハッピーエントリーがちょっと少なめなので、6箇所新ゲートが、駅側の方に回されるタイミングはちょっと早いかなと思います。それで先週はですね、手荷物検査開始が7時半からでちょっと遅かったんですよね。今日はどうかなという感じですね。7時30分駅側です。こちらピクニックエリアの列ですね。今手荷物検査がスタートかな。手荷物検査スタートですね。はい、手荷物検査スタートしました。で、こちらピクニックエリア今、という先週よりは詰めてませんが、20分から25分ぐらいかな待つ感じになっていると思います。で、こちらの列の続きがこの橋の上ですね。ここが先頭でかなり行ってますよ。逆光で見づらいけど、このポールあるあたりですね、ここが最後尾になってます。階段と時計のゲートの間ぐらいですので、多分ここの最後尾から手荷物検査通過までで40分ぐらいかな。今駅側40分待ちぐらいの状態にあると思います。で、6カ所ゲートはまだ開いていません。7時32分ハッピーエントリーです。今6カ所新ゲートはですね、通常駅側のゲートハッピーエントリーが使ってます。ただハッピーエントリーそんなに今日いないので、先ほどもちょっと言いましたが、早めにですね駅の方に回されると思います。ハッピーエントリー今最後尾ここです。待ってる人数は250ぐらいかな。300はいなそうな気がします。7時36分駐車場側です。画面上が手荷物検査ゲートです。で、先ほどより減ってるわけがないので、どうなってるかというとですね、ここが1時間待ちのラインですね。ありえないでしょう。
いきなり激ヤバ映像になってますけど、一応ですね、ここもうちょっと行くとあと20メーターぐらいかなで柵限界なんですよ。そうするとこれ右に並んでいくんですよね。そこもカラーコーン並べてるんで、まあ、そっちに行ってもいいようにですねパーク側は準備してるんですが、そんなにって感じですよね。でこれ駐車場側ですね、今立体駐車場から出てくる人も多いですし、脇の道を歩いている方も多いですし、あと左のですね、ディズニーランドホテル側はですね日陰なのでそちらで待機している方もいるんですよ。これ駐車場側相当やばいですね。もうこれ1時間20分とかかかりますね。いやーやばい、これは相当やばいです。ここが駐車場側、今最後尾なんですが、ここが柵でですね、もうですね、ここですね、これが激ヤバカラーコーンですね。こっちに並べる気満々の激ヤバカラーコーンになっています。マジ激ヤバです。7時45分駅側です。今橋の上から6カ所新ゲートの方に、回してますね。ハッピーエントリーは使い終わったので、6カ所新ゲートの方に駅側の方を端から回しています。こちらピクニックエリアですね。ピクニックエリア多分15分待ちぐらいですね。で先週はこちらをスーパー満タンにしてですね、もう30分待ちの状態にしてから橋の上の人を6カ所新ゲートの方に流したので、ちょっとあまりにもひどいなと思って僕不平等の動画載せたんですけどね、不公平の動画ですね。でも今日はですね、多少調整してますね。不公平が減るように、今日は調整してます。でこれまた動かし出しましたね。橋の上の人をピクニックエリアの方に、案内している状態です。まあ、今度は、もう容赦なく詰めると思いますね。で今橋の上がこんな感じでもう時計のゲートまで行ってますね。今橋のたもとで電話してる人がね、これ割り込もうぜって言ってましたね。いやダメだからっていう、本当に。ただまあそうなっちゃう可能性は高くはなりますよね、これだけ待たされたら。今ここ最後尾、ちょっと暗くて見えないと思うんですが、この辺が最後尾ですね。それで橋の通過に20分ぐらいかかって、6カ所新ゲートの方に行くとさらにプラス20分なんで40分、まあ、45分ぐらいかな。今待ちになってますね。でピクニックエリアの方に流されたらこれはこっち長くなってしまってもしょうがないといやしょうがないんですが、こちら来たらですねピクニックエリア通過30分ぐらいかかるのでトータル50分ぐらいはかかってしまいますね。はい、ハッピーエントリーもういませんのでスルーします。ハッピーエントリーはスルーします。駐車場側の、激ヤバカラーコーン見に行きます。7時56分駐車場側です。ここが1時間待ちの、立体駐車場角ですね。で今最後尾がここです。でですねちょっと申し訳ない、並んでいる方には大変申し訳ないんですが、激ヤバカラーコーンまで行ってるかなって期待しちゃいましたね。まだ行ってません、よかったです。ただこれ立体駐車場から出てくる人すごい人数ですね。でも短く、多少短くなったとはいえですね、これも1時間20分ぐらいはかかりますね。今から入園できるのがだいたい9時半ぐらいか、9時半前ぐらいになっちゃうと思います。いや今日暑いから大変ですよ。今日30度ぐらい行くって言ってたんで、で朝ですね17度なんですよ。朝17度で昼30度超えるらしいんでちょっと気温差大変だと思います。もうすでにかなり暑いです。8時1分駐車場側です。減った理由が分かりましたね、列が短くなった理由。ハッピーエントリーのゲートを、もう駐車場側で使い始めましたね。いやあれだけ出てきててね、減るのはおかしいなとは思ったんですよね。早めの対応で
ハッピーエントリーいなくなったので駐車場側をハッピーエントリーのゲート使って入れている状態です。8時42分駅側です。ここがどこか分かりますかね。時計のゲートですね。これ最後尾ですね。ここ最後尾です。これはボンボヤージュ行っちゃいますね。すごいな。ここまでになるとはちょっと思わなかったですね。混むだろうとは思いましたけど、駅側がこれか。すごいな。これ全部ですよ。すごすぎる。今ですね、最後尾がボンボヤージュですね。ボンボヤージュ、あのアーチがあるところが最後尾になっていて、それでハッピーエントリーのゲートを、今度は駅側の方で使い始めましたね。じゃないともうこれどこまで伸びるか分かんないんで、ハッピーエントリーはとりあえず駐車場側をやめて駅側の方に回しています。で今現状これちょっと夢の国の住人をもってしても何分か分かんないな。まあ1時間は余裕でかかります。1時間は余裕でかかって、1時間20分ぐらいかな。そのぐらいはかかっちゃうと思いますね。これが一番橋の下ですね。いやー、でここからさらにピクニックエリアの方を並ぶか、どっか初心ゲートの方を並ぶという形になっています。8時47分駐車場側です。駐車場側ですね、また、ハッピーエントリーのゲートを駐車場側の方で使い始めましたね。っていうことは、いや駅側よりこっちがやばいってことかな。ちょっと最後尾見てきます。駐車場側は、ハッピーエントリーのゲート使ってだいぶ減ってますね。立体駐車場の角まで全然行ってません。今ここも最後尾ですね。こっからでハッピーエントリーのゲート使ったら多分30分あれば入れちゃいますね。これ駅側なんとかした方がいいと思うけどな。ただまあ人はたくさん来てますね。もう並ぶ前から列になってますもんね。いや今日すごいな。明日ですね、関東地方かなりの朝雨予報なんですよ。結構豪雨みたいな感じで、それが前もって結構分かってたので今日に集中したかな。そういう感じしますね。あと梅雨も近いですしね。もう今週末ぐらいから梅雨入るって言ってましたからね。とにかくすごいことになってる。もうどっち行っても大変だこれ。8時51分入園ゲートです。8時45分に、ハッピーエントリーが入園して空いたスペース、ここですね、そこに今詰めてる状態ですね。いやーすごいいるわ今日。まあ、日傘さしてるから隙間空くというのもあるのかな。にしてもすごいな。これ溢れまくってますね。すごい。一般9時入園でしょ。あと10分ぐらいか。もう入れないと入んないですね。通路がなくなっちゃいます。いやー今日はすごいことになってます。で今詰めてハッピーエントリーのとこ詰めてる状態ですね。そうするとこの列はかなり前行けるんですよ。今見ても分かりますよね。でこっちは動けないんですよ。全部一般の列なので。なのでここのハッピーエントリーがいる後ろの列に並ぶとかなり前へ行けます。で今ここまで溢れててここまで来ているので、この白線ぐらいにいた人がこの街灯ぐらいまでは来てますね。街灯よりもうちょい先ぐらい、そのぐらい違うんですよ。こっち、はい、動けない列ですね。多分もうこの辺にいる人は脱出不可能ですけど、あ左行けばよかったなって思ってますよね。まあ、一応これですね、豆知識なので、覚えておいてください。この列前に進むので、ここの後ろに並んだ方がだいぶ得ですね。5分は違います。9時25分駅側です。あーこれが最後尾ですね。ありえませんね。これですよ。朝隙間が空いててここまで来たのは見たことあるんですよ。
今ねぎゅうぎゅうに詰めてここですから、やばすぎですよこれ。これもう1時間半でも入れないんじゃないかな。いやーちょっともう想像つかないな。1時間半から2時間ぐらいかかるんじゃないですかね。もうこれね、知ってる方は駐車場側行けばね30分なんですよ。駐車場側行けば30分。まあ僕は両方見てるんでわかるんですが、駅から来たら並んじゃいますよね。もう何万人だろう、わかんないですね。これでチケットが売り切れてないっていうのが信じられません。それで、スーパー今更感強いんですけどね、あのお約束のディズニーシーの様子見ます。今更かよって思わず、できればぜひご覧ください。早起きして撮ってきましたので、ディズニーシーお届けします。はい、6月22日ディズニーシーですね。おまけ映像ということになります。朝のですね、今6時8分ですね。6時8分から6時半ぐらいの様子、少しだけお届けしたいと思います。はい、こちら6時8分ノース側の映像です。今ですね、2個目の植木にちょっとかかるかなぐらいですね。1個目の植木はいっぱいになっています。今だとギリギリ、手荷物検査を開園前に受けてエントランスに入れるかなぐらいな感じですね。でハッピーエントリーはこちらになります。最初の頃に比べたらもう全然少ないですね。一応こちら並んでるのはミラコスタの方だけで、最後尾がここですね。ここ最後尾です。前はですね、もうこの時間に来たらこの折り返しのところまでは並んでたので半分ぐらいになってますね。ハッピーエントリーは半分ぐらいに減っています。6時12分サウスゲートです。こちら先頭ですね。こちらの方がちょっとだけ長いかなっていう気はします。1個目の植木満タンで2個目の植木にかかったぐらいですが、ちょっとサウスの方が長いですね。R7 の駐車場から来る方が多いから、今サウスの方が混んでるという、まあ、噂ですね。はっきりと調べたわけではないので、でも多分そうでしょうね。サウスの方が、ファンタジースプリングス始まってからは混んでる日が多いですね。ちょっと中入って見てみます。はい、真ん中辺は混んでいて、2個目の植木真ん中ぐらいまで来てますね。奥側に行くにつれて混んでるイメージです。一番奥はだいぶ長いな。2個目の植木いっぱいぐらいまで来てますね。リゾートラインから来たら手前の列に並んだ方が早いですが、サウスに来るよりノースに行った方がいいかなという気はしますね。ノースの方は、6時で DPA ワンチャン行ける可能性あるかなっていう気はします。サウスの方はちょっと DPA 厳しいですね。それでスタンバイはまだこの辺なら行けるんじゃないかなと思います。最近土日でも20分から30分ぐらいは、ピーターパンとかですね、ラプンツェルあたりは残っているようなので、この時間でワンチャンスタンバイは行けるかなという気はします。はい、この先が R7 の、パーキングということですね。でこちらの方から歩いてくる方がこのサウスに並ぶので、サウスの方が混んでるということですね。